4日、フランスで行われている第50回モーリス・レベロ・トーナメントのグループ B 初戦が行われ、U から19日本代表は U21 イタリア代表と対戦し、4対3で敗れた。動画、塩貝健トが見事な腰のひねりからネットを揺らす。かつてはトゥーロン国際大会として行われていた大会。U23 世代の国際大会として知られている。 4カ国が2つのグループのに分かれて戦う中、日本はグループ B に入り、イタリア、ウクライナ、インドネシア、パナマと同居した。初戦を迎えた日本は、4、2、3、1のシステムで臨み、GK に後藤渡る、4バックは右から梅きれい、塩川桜道、小崎がいる高橋セダゴルタ人口が並び、ボランチは小倉幸成なり、安田健心、2列目は右から佐藤隆之介。 石井久津部、行くとも時と並び、1トップには塩貝健斗が入った。最初にチャンスを作ったのは日本。開始2分、日本はボックス手前で FK を獲得すると高橋が直接狙うも枠を超えていく。すると10分、イタリアはルイス・ハサがボックス内でシュート。これはブロックしたが、セール・フィニがこぼれ球を蹴り込みイタリアが先制する。 さらに21分に日本はボールを奪われるとイタリアがカウンター。フィニがスルーパスに抜け出すと飛び出た GK 後藤が倒してしまい PK を獲得。これを序盤にファビアンがしっかり決めてイタリアがリードを2点とする。2点ビハインドとなってしまった日本だが24分に決定機。ボックス内で縦パスを受けた塩海が落とすと 雪友が GK との1対1となるがボックス内からのシュートはクロスバーを叩いてしまう。さらに37分、日本は敵陣で小倉がボールを奪うと、石井からのパスを受けた雪友がボックス内でシュートも、これは GK がセーブする。チャンスを決めきれず、攻めあぐねていた日本だったが45分に1点を返す。雪友の斜めのパスをうまく受けた塩海がボックス内で GK との1対1を流し込み、 前半のうちに1点差に迫っていく。さらに前半アディショナルタイムには FK から同点のチャンス。右サイドから高橋が左足でクロスを入れると、塩海がヘッドで合わせるが、これはわずかに枠に飛ばず。2対1で試合を折り返す。後半は日本もしっかりと攻撃に行けた中、59分に失点。左サイドからのスルーパスに反応したアントニオ・ライモンドがボックス内に持ち込み、 g k 後藤の股を抜いて流し込んだ。リードを2点に広げられた日本だったが62分に再びゴール。潮海がプレスバックでボールを奪うと佐藤が持ち出し横パス。これを潮海がボックス手前中央から左サイドに蹴り込み1点差に迫る。1点差とした日本は63分に選手交代。高橋と雪友を下げて、本間ジャスティンとヒロイランジンを投入。 日本は同点を目指していく中で、セットプレーから失点しまう。71分、ボックス手前からの FK から DF と GK の間にセバスティアーノ・エスポージトがクロス。ワンバウンドしたクロスをライモンドがダイビングヘッド。これが決まり、再び2点差となる。再びリードを広げられた日本は、72分に石井を下げて中島洋太郎を投入。すると74分、 前線でボールを奪うと、中島のパスを受けた塩海がボックス内からシュートも、枠を大きく外してしまう。中島が入り攻撃にリズムが出た日本だったが、イタリアも少ない手数でゴールに迫っていく。78分にはプレスからボールを奪うと、こぼれ球を拾ったヒロイがドリブルで持ち出し横パス。ボック手前中央で受けた塩海がダイレクトシュートも GK がセーブする。 日本は徐々に押し込んでいくと、81分にビッグチャンス。拾いが運んでいくと、ボックスに入ったところで潰されるもパスを受けた安田が GK と1対1になるが、シュートはセーブされてしまう。ビッグチャンスを一してしまった日本は、82分に佐藤を下げて道脇豊かを入れ、ボールを目指していく。すると85分、塩海が中央をドリブルで持ち出すと、右にパス。 道脇がダイレクトで蹴り込むと、GK にセーブされるも、塩海がこぼれ球を詰めてハットトリック達成。1点差に迫っていく。しかし、最後は攻めきれずに終了。4対3でイタリアが勝利した。日本は、8日、土曜日、にインドネシア、10日、月曜日、にウクライナ、12日、水曜日、にパナマと対戦する。 U21 イタリア代表4の3油から19日本代表1 0時10分分セイドフィニイタリア2 0時22分分ジョバンニファビアンイタリア PK 2 1時45分分ン塩害ケント日本3 1時59分分アントニオライモンドイタリア3 2 62分塩害ケント日本4 2 70分アントニオライモンドイタリア4 3 85分、塩貝県と、日本、U から19日本代表、メンバー GK12。後藤渡る、FC 東京 U18、DF16。梅きれい、FC 今治、4。塩川桜道、流通経済大学、25。尾崎がいる、早稲田大学部、3。高橋千田ゴルタニコ、バルセロナ、63分2。本間ジャスティン、ビッセル神戸、MF6。 小倉幸ゆきなり、法政大学、8、安田健進大分トリニいた、7、佐藤龍之介、FC 東京、82分21、道脇豊か、ロアッソ熊本、13、石井久次、湘南ベルマーレ、72分18、中島洋太郎、サンフレッチェ広島、15、ゆくともとき、ファマリカン、63分19、広井ランジン、筑波大学、 FW14 塩外健と慶應義塾大学